公園のドッグランに来てます。あげ天気やな今日は。よいしょ。うわー真っ青。よいしょ。上か真っ青。よいしょ。あ、いっぱいなんかお友達がいっぱいいます。よいしょ。ちょく今日は平日やのになんか人めっちゃおるで。さあ、設営の方していきたいと思います。今回は、ケシュアのアルプナの 4.2、ファミリー 4.2 やね、このテント張りたいと思います。それと DOD の、壁テントを買ったのでそれも2つ張りたいと思います。今回はよいしょ。やっていきたいと思います。はい、カタツムリテント。もうカタツムリやな。こんな感じで晴れました。インナーつけていきたいと思います。2人ぐらいやな、確かに入れて 4.2 っていうのがよくわかる。4人用の2ルームってことね。まあまあいいんじゃない。 FB じゃないだけ明るいけどね。さあもう一個ワンズ用の部屋を作ってやるよ。はい、それではね、反対側、対面側に DOD のドッペルギャンガーの壁テントを張りたいと思います。ワンズを見ながら、テントを見ながらっていうのが面白いかも。で、張ります。超かっこいいこのテント最高やでこれ。ほらあとここ連結させるから、ね、素晴らしい。嬉しいなこれ。こうやって今日楽しいで。今日のキャンプは今日はヘリノックスのライトポット。では囲いを作ります。
いい感じだね、フェンス。こっちもあるからね。その前にさっき荷物入れた方が楽よね。なんかめっちゃこじんまりしたね。すげえ。一人、ほんま一人よ。で、逆がワンズのスペース。広いんだか狭いんだからね。ワンズはそこで多分寝ない。こっち側に来て一緒に寝ると思うんだが。いや、で、前はこんな感じですね。もうめっちゃいいやん。で、これ囲ってるから、この間のスペースはワンズのスペースです。いや、いいね。なかなか、考え通りに行ったわ。よし、両サイド囲ったので、ワンズのスペースができたよ。よし、めっちゃいい感じ。ぐるっと一周しましょうか。こんな感じっすわ。いいよこの壁テント、むっちゃ気に入ったもん。よいしょ、よっこいしょ、ほれほれ。やっぱ家の自由になる空間を作ってやったら最高やね。いや、これめっちゃいいよ。まあまあいいスペースになったよ、すっごく。めっちゃ気に入った。それではお待ちかね。お待ちかねかどうか知らないけど、ヘラジカ1頭を買ったので、敷物を引きたいと思います。ちゃんと持ってきて。もう割れてぐちゃぐちゃになったから、これももうちょっと割れそうやけどね。はい、よいしょ。そしたら笠木のね、キャンプ場の横になんか、道の駅じゃないけど、なんか特選市場みたいな地元で採れたやつを売ってるのね。で、そこで5キロでな、2200円やった。めっちゃ高くない？ちょっとこれ炊いていきたいと思います。忘れてよかったかな。ちょっとこれ美味しそうなお米やから。よし、それではね、今日は伊勢海老取り寄せたよ、宮崎から。500g 買ったんかな。だから、まあ、これぐらいちっちゃい伊勢海老やけど、味噌汁と伊勢海老焼きにして食べたいと思います。こんぐらいかな。もうちょい食べるかな。こんなぐらいじゃない？漬け完了。このまま。よいしょ、炊いていきたいと思います。ご飯スタート。よいしょ、熱っ。暑かった今。よいしょ。これで完璧やろ。
いいね、こうやってご飯が炊けるっていうのは。この米どうなんやろね。美味しいはずなんだが。よいしょ。出しまし、多分炊けたと思うので、おろしてみましょう。あとは蒸らしや。よいしょ。よいしょ。伊勢エビちゃん。伊勢エビちゃん2つ。よし。じゃこれで、味噌汁と伊勢エビ焼きしたいと思います。よっこしょ。どっからセット。ほい。おお、美味しそう。よし。床ができたので、入れたいと思います。あ、そうか。これダブルか。えい。よいしょ、こんな感じでいいのかな。よし、あとは炊き上がるまでしばしお待ち。いいよ、よいしょ、いいよ、いいよ、よいしょ。ちっちゃいけど伊勢海老やからね。かわいらしい。でここに、マヨネーズベーってかけて上からチーズ乗せて焼きます。足がおるからか。なるほど。おいしそう。なんじゃこりゃ。そうか、湯気にピントが合うのかな。あ、うまっ。めちゃめちゃうまいぞこれは。いやー嬉しいね。いや、焼きを作っていきたいと思います。よほれ、よいしょ、はい、マヨネーズトッピング。マヨネーズと、マヨネーズをトッピング。よし、次いい感じや。のせる。よいしょ、のせる。こんな感じかな。いや、最高やねこれ。いいな、食べたいな。美味しくないわけないや。で、よし、揚げたいと思います。うお、すげー、なんじゃこりゃ。うまそう。まだ見てない。じゃあいくよ。蓋オープン。なーば、パン。満タンになってた。こんなに入れたつもりはないんだがな。よっ、どうやって食べようか。普通はな、頑張って取れるんやけど。よし。うまっ。よし。おお。拭いた拭いた。それでは食べたいと思います。うお、伊勢海老まるまる。すげえ。よし。よし。それではいただきたいと思います。ああ、うまっ。中納言よりうまい。ですね、全完食。あ、お腹いっぱい。鍋全部食ったよ。これごちそうさまでした。さあ、あとで紅茶入れたいと思います。よいしょ、ほい。あち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 、早く離したい。熱っ。よいしょ。おーす、乾杯。
うまうま。はい、それではね、日がこの辺がちょうどいい感じ、いぶされていい感じなので、ブリッジ作ったから、このブリッジで、お、完璧。ベーコンの燻製を作っていきたいと思います。よいしょ。そしたらこれとこれと、よいしょ。 自作やからねこれこんな感じでいいんじゃない？よいしょ。おお、あったかいあったかい、いい感じやんか。これがどうなることやら。3枚は置けそうやね。よいしょ。もうほぼカリカリベーコン状態よ。うまっ絶妙やカリカリになりました。よいしょ、揚げてあと3枚やっていきたいと思います。綺麗なおきびになってますわ。はい、枕に入りました。いや、なかなか広くて快適ですよ。こんな感じだね。ちょっとここ狭いけど、ここは広いよね。はい、部屋はこんな感じでできてます。ポータブル電源もあるからね、2つ持ってきてるから今日は。でもそんなに寒くないと思うけどね。で、こっち側はよいしょ、よし。一応ストーブはガスストーブだけ一つ持ってきましたけどね、はい。で、こっち側にワンズが、よいしょ。ああ、こんな感じで狭いね空間が。いいよ、はいはい、わかりました。はい、でこうなって、で向こうにワンズ部屋なんやけども、多分ワンズ部屋には行かないと思うよ。こっち側にみんな寄ってきて寝ると思う。みんなくっつかないと寝れないから。はい、はい、今日も一日お疲れ様でした。はい、おはようございます。ただいま8時26分幕内14度。あー、外は寒いな。また電車走ってる、もう寒い。誰か巻きくべてご飯作るの大変や。巻き悪いからやな。何しようかな。今日の朝ごはん楽しみにしてて。ミックス、あ、レタスミックス、生ハム、ウインナー、チーズと昨日の夜で。ベーコンの燻製、うまそう、これめっちゃうまい、これで食べたいと思います。おー、うまそう。
フレうまそう。飾りつけないけどな、女の子じゃないからめんどくせえじゃん食べまーす。はい、全部完食。食べた、お腹いっぱい。はい、ごちそうさまでした。牛乳一つ、チューブニンニク、コンソメ、スライスチーズ、スライスチーズ2枚かな、1枚2枚、スライスチーズ2枚、それとベーコン、これでできます。あっちいな。よいしょ。あふれるか、大丈夫か、大丈夫そうやな。よし、OK、オリーブオイル、オリーブオイル、きれいな、エキストラバージンオイルで、ニンニク、じゃってよし、オリンジ、おろしニンニク入れるでしょ。こんなもんかな。はい、コンソメを入れます。それではできましたので、いや、うわー、おいしい、あちち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 ち、パセリを散らして、パセリを散らし、完成。うまいぞー。うめっ。全ての工程が終了いたしました。あとは片付けのみ。ああ、これ撤収して帰らなあかんねんな。頑張って帰りたいと思います。だいぶ片付いてきましたよ。はい、片付きました。よいしょ、荷物出し。はい、撤収完了です。それでは安全に出て帰りたいと思います。お疲れ様でした。